自由のマインクラフトパート81。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。前回ですね、この建設中の地下鉄の入り口を簡単に建設いたしましたので、本日は改めて探索中の廃校に戻って、さらに資材集めを進めてまいりますが、では前回の動画にいただいたコメントご質問にお答えしてまいりますと、私の姉が義理の兄の身内から〇〇家の嫁になったんだからといいように使われて悩んでいるとご質問いただいておりますが、そうですね、こういった問題については、家族というか、親戚次第の部分もあり、私もですね、友人から、ある家庭において、実の娘と嫁の扱いが違うと、愚痴を伺ったこともございますけども、まず嫌なことがあれば、まずはっきりですね、嫌だと、言う必要がございますし、また、そういった問題については、そのお姉様だけではなくてですね、当然、夫にも対応する責任がございますので、夫にどうにかするように、まずはお願いするべきではないかと思います。あとはですね、どういった環境なのかよくわかりませんけども、本当にそういった対応がひどいのであれば、問題が続くようであれば、もしかするとですね、実家住まいというか、嫁入りで、義理のお兄様のご家族と一緒に、お住まいになられている可能性もございますので、その場合は、家から出て行って、別のところに住むというのも手ではないかと思います。意図的に遠くに引っ越してしまえば、確実に、そういった付き合いも減るはずでございますので、そういった物理的な対策を講じることも可能だと思われます。また、処理水からのトリチウム除去について、前回の動画で簡単にお答えしておりましたが、少しですね、失礼な物言いになってしまっていなかったかと心配しておりましたけども、ご理解いただけたようで幸いでございます。さらに大人になってから泣いたことはありますかとご質問いただいておりますが、そうですね、このチャンネルにおいて何度かご紹介しておりますけども、私友人を癌で亡くしておりまして、その癌が、ワクチンを接種していれば防げる可能性が高い癌でございましたので、その際に、悔しくて泣いたことはございます。さらに私の年齢についてでございますが、そうですね、成年とのみお答えしておきます。さらに次期総裁として安倍前首相と桜井誠さんのどちらかを選べと言われた場合、どちらを選びますかとご質問いただいておりますが、次期総裁とご質問いただいておりますけども、次期総理大臣と読み替えてお答えをいたしますと、そうですね、まずその桜井誠さんについては、まずは
会議になる必要がございますし、また政党の代表として活動されておられますので、まあ、そういったご自身が率いている政党ですね、しっかりと、まあ、政権がになる政党に育っていく必要があり、まあ、現状は、まあ、そういった発展段階となっておりますので、まあ、現実的には安倍前首相になるんじゃないかと思われます。さらにもう料理動画は出さないんですかとご質問いただいておりますが、そうですね、本日、まあ、料理ではないんですけども、台湾産のパイナップルを、まあ、購入したというか食べた動画を公開する予定でございます。また料理動画についても、まあ、実はすでにですね、まあ、撮影はしておりまして、まあ、それを動画の形にできていないものがございますので、まあ、こういったものについて時間があれば今後も公開していこうと思っております。さらに竹中平蔵さんについてどう思いますかとご質問いただいておりますが、そうですね、まあこの方についてはまあすこぶる評判が悪く、まあその結果さまざまな、まあ、批判もあり、まあ現状陰謀論のようなものまで流されておりまして、まあなんともカオスな状況だなと思っております。さらに PUBG モバイルをやりませんかとご提案をしていただいておりますけども、そうですね、私こういった基本無料ゲームについては、まあ、基本プレイ無料のゲームについては遊ばないようにしております。まあ、例えば無料の FPS、PUBG とか APEX もですかね。まあいったものもありますけども、ああいったゲームですね。まあ運営側の問題なのか、ハッカー側の、ハッカーというか、まあ、クラッカーといった方が正しいんでしょうが、の問題なのか、チートが横行しておりまして、まあ、基本的にそういったチート、まあ、自分がですね、オフラインで、まあ、自分だけで楽しむのであれば、まだしも、まあ、本来はそれも、法的には問題があると思われますが、オンラインにおいてそういったチートが横行してしまいますと、バランスが一気に崩れてしまって、まあ、オートエイムとかですね、様々なものがございますが、まともな試合にならないという問題がございますので、そういった基本プレイ無料のゲームについては、基本的に避けております。その代わりですね、最新のコールオブデューティー、COD の Black Ops Cold War でしたかね、名前は。まあ、このゲームについては、今のところ毎日のように楽しくプレイをしております。まあ、こんなところでしょうか。この日本においてまた緊急事態宣言が出されるということで、皆様うんざりされてるんじゃないかと思われますけども、まあ結局のところ施設に対して、まあ企業に対してああだこうだとさまざまな要請をしても、
感染症対策を実施するのは人間でございますので、まあ、そういった人間が確実に対策を講じることができる環境を整えるしかないのかなと思い始めております。まあ、簡単に言えば、まあ、車関連、自動車関連の、まあ、スピード違反など違反があれば行政罰で、まあ、事実上の罰金と、まあ、法的な罰金とは違いますけども、まあ、そういった対応がなされておりますので、まあ、感染症対策全般に、まあ、協力されていない方々については、まあ、そういった、まあ、法整備が難しければ条例を制定して対応するというのもありなのかなと思い始めております。まあ、現状東京において屋外で飲む行為ですね、ああいったものがかなりひどくなっており、ああいった行為についてはゴミの不法投棄が大量に確認されておりますので、まあ、わざわざ法令や、まあ、法令を整備しなくても不法投棄で、まあ、厳しく取り締まることは、まあ、現状でも十分可能だと思われますけども、まあ、結局のところ、まあ、このチャンネルにおいて何度か主張しておりますが、何のために感染症対策においてさまざまなルールが設けられているのか、作られているのか、理解されないと、まあ、結局何かだけをやらなければいいんだと、何かだけを守っていればいいんだということになってしまって、まあ、その結果感染拡大となってしまうといった状況が続いておりますので、まあ、このあたりは本当に、まあ、国民の皆様の協力だけで進めばいいんですが、まあ、現状、まあ、そうも言ってられない状況になりつつありますので、まあ、今後法律なり条例によって、まあ、感染症対策の義務付け、また違反した場合の罰則というものも検討されていく可能性が高まってしまってるんじゃないかと思っております。さて、今マインクラフトについては、まあ、とりあえずですね、この廃校の探索と素材回収を進めておりますが、新たにですね、この廃校の未探索ゾーンに突入し始めておりますので、また次回以降もこの廃校を探索しつつ素材集めが続くものと思われます。では今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。